私たちはアミンチュを応援しています。この番組はピアライフ、ボーンフリー、信楽高原鉄道の提供でお送りします。私はこいつぶり、知ったかぶりかいつぶりニュースの時間よ。みんなで滋賀の面白いニュースを作る番組やで。こいつぶりさんがやってきたのは彦根市にあるアンデケンさんでございます。今年もこいつぶりさんのマークがついたスイーツ、こいつぶプリンが期間限定で発売されています。犬神郡高良町で作られた甘酸っぱい大みきいちごがプリンの甘さにぴったりでございます。ぜひ一度ご賞味されてはいかがでしょうか。こいつぶプリンは9月30日まで彦根店と大見八幡本店で販売されています。それでは早速ニュースを作りましょう。ロボよろしくね。それじゃあ行ってきます。ハイテク行き先。ここは高良町でございますな。ロボです。今日はいつもと一味違います。まあ学生さん、体力勝負では負けてばかりの僕、これからは気力で勝負。今日から大学に通います。この辺りに大学があると聞いたのですが。知らんな。70年生きてるけど聞いたこと覚えてるわ。どうやら早くも計画失敗です。でもこっち来たらあかん。この辺りに大学があるはずなのですが、ここは洗濯大学という名前のコインランドリーでございます。どうしてこんな珍しい名前をつけたのでしょう。オーナーの西山さんにお話を伺いました。もともとラーメン大学というチェーン店があるんですよ。でそれで、焼肉を一緒にやろうかという時に、もう焼肉大学で行こうかと、でこのコインランドリーでもやろうかと行った時に、じゃあ前ラーメン大学、焼肉大学と来たから、今度はもう洗濯大学で行こうやないかということで、洗濯大学と。焼肉とラーメンどうされたんですか。もう息子サラリーマンやってますし、
もう自分ももう土地が来ましたんで、もうでいいかなと、で辞めてしまいました。ロボみたいに大学と間違いできた人はいますか？それはないですそれはないですね。泡のように儚いキャンパスライフでした。ロボは卒業します。選択大学、知ったかぶりかいつぶりのサイトに登録。かんぴょうじいの知ったかぶりクイズ。私、司会&回答者のかんぴょうじいでございます。それでは早速問題です。この標識の文字は何と読むでしょうか？はい、私めがお答え申し上げましょう。ここは立冬寺の G へそよ。ナスコ様、 G が答えたかったのに。無料カフェでお住まい探し、コンシェルジュがお出迎え。40種類以上のお飲み物とタッチパネルでのんびり物件チェック。今すぐお考えでなくても遊びにいらしてくださいね。売り込まれないからストレスなし。大津でお住まい探すならピアライフへ。ダンシングプリン。今回は牧野町メタセコイア並木で踊ったプリン。テレビの前のみんなも僕と一緒に踊ってね。それでは早速レッツプリン。この番組はピアライフ、ボーンフリー、信楽高原鉄道の提供でお送りしました。